オーディオブック脚本家のセリフおいゴミ脚本家のだけどク田だなはいそうですけどあのどちら様ですか門松さえ門松門松千ドの妹だのっ もららうからお兄ちゃんのお金、はあ、お金は兄ちゃんがあんたに投資した分ちゃんと利子付きで返してもらうからお兄ちゃんがあんたにごちそうしたご飯代それから取材のためにお兄ちゃんがあんたをいろんなところに連れていった交通費それからお兄ちゃんのおかげであんたが得た仕事で稼いだお金プラス今日までに膨れ上がった利子 なんだかんだですごい額になるからとりあえず100億もらいます。以上。あの、いくらなんでもそれは。とにかく、あんたがゴミみたいな作品を書くのは今日限りで終わり。お兄ちゃんは、あんたがいつか名作を作るって言ってた。だから、あんたには必ず作ってもらう。お兄ちゃんの期待を裏切るのは私が許さない。いい わかったよ。松本拓也、著。朗読。小田垣雄太。柴田芽衣。織江玉城。銅坂幸三。上本綾香。ル流アイナ有泉徹。内野隆明。 厳しい現実に押しつぶされながらも夢物語を書き続ける男の才気と情熱の物語。オーディオブック「脚本家のセリフ」各オーディオブック配信ストアにて販売中